今回はね、UK ドリップについて喋ります。EJ です。皆さんね、ファッション好きですか？まあ自分もね、好きです。ファッションってね、まあその人が何が好きなのかっていうのが、かなりね、出る、個性が出るところですよね。若者のね、多い街とかね、まあ夜とか歩いてたら結構ね、服装見て、あ、この人ヒップホップとかラップ好きなんやろな、みたいな人も結構ね、いると思います。で、ヒップホップ好きな人のファッションって言っても、まあその中でね、結構いろいろありますよね。まあ例えば、まあ90年代とかのね、ああいう結構でかいサイズの、まあ後ろのナズとかもね、そういう感じだと思うんですけど、まあバギーパンツ履いてとかね、そういう感じのファッションもあれば、今っぽいね、まあデザイナーズブランドっぽいなんか高い服とかね、そういうのを買うのが好きな人もいれば、あとね、まあスニーカーズをもう毎日めちゃくちゃチェックしてますみたいなね、そういう人もいるわけですよ。なんですけれども、今回はね、もうそんなありきたりな、もうベタなファッションの話はやめときます。はい、今回は UK のドリップについて喋ります。で、自分自身ね、まあポッドキャストでもね、よくね UK ラップの話題について喋ってるんですが、結構ね自分はそのね、まあイギリスのラップ好きです。で、ちょっとねここで取り残されないんで欲しいんですけれども、いや俺も UK ラップなんか聞かんし、ファッションなんかなおさら興味ないわみたいな人もいるかもしれません。そこのあなたちょっと待ってください。もうね、正直俺はね、もううんざりなんですよ。なんかめちゃくちゃ何高い服か知らんけど、なんかようわからん短パンに、なんかようわからん靴着て、変な何色の合わせ方して、もうアメリカのねファッションもうようわからんのですよ最近。一方 UK はいいですよ、まだ違って。で、何がいいかっていうのは、まあ、このね動画を最後まで見てください。で、この動画はね、まずは最初に、まあ、UK のストリートファッション、ラッパーとかね、そういうファッションを説明してから、最後にね、まあ、実際にラッパーたちの映像とか画像を見ながら、まあ、喋っていこうと思います。はい、じゃあ UK のファッション何を見ていくかっつったら、まずはロードマンたちの格好を見ていきましょう。で、ロードマンっていうのは、ロードっていうのはよくね UK のスラングで使われるんですけれども、まあストリートとかそういう意味ですね。なのでロードマンっつったら、まあね、そっち系の仕事をしてる人たちです。まあ結局ね、結構まあ世界でもそうだと思うんですけれども、ストリートファッションがね、まあカルチャーというか音楽を通して、若者たちにも流行っていくわけですから、このねロードマンの服装を見ていけば、ロンドンのファッションがわかります。で、もうこれね、めちゃくちゃ簡単です。彼らのファッション。もう3点セットね。まず1つ目、トラックスーツ、セットアップですね。で、2つ目、ナイキエアマックス。最後が、スキーマスク。もうこれです。この3つ。これさえね、やっときゃ、もう間違いない。今日の動画終わり。見たことあるでしょ、こういう人。よくね、ミュージックビデオとかいると思うよ。今から適当にね、まあ、リンクアップ TV でもなんかで、UK ドリルのね、ミュージックビデオ見てみてください。こういう人がもう何人もおるはずです。日本でいうね、まあ、キャッチみたいなノリかもしれないですね。で、まあ、ピチピチのね、スキニージーンズ着て、まあ、モンクレールかカナダグースのジャケット羽織って、でね、まあ、メッシュに髪染めて、で、髪前髪上げてみたいなね、そういう人多いですよね。で、大阪のね、まあ、飲み屋多いとことか歩いてたら、20メートル間隔ぐらいにそういう人出くわします。ちょっとしんどいな。まあみんなこんな感じやな具合が結構ね、まあキャッチとかともまあ共通するとかあるかもしれないですね。ただね、この3点セットだけじゃ面白くないんで、このね3種の神器を今からね、まあ解き明かしていこうと思います。まずはね、このねトラックスーツで、みんなね、なんでこんなトラックスーツ着てるかっていうのは、まあ自分が思うにはイギリスですよね。イギリスっつったら、まあフットボール、サッカーがもうめちゃくちゃね盛んな国だと思うんですけれども、そういう影響でそういうねスポーツウェアを着るようになってるんじゃないかなっていうふうにも思います。まあ自分もね、正直こういうねスポーツウェアみたいなね、そんなんばっかり着てるんですけれども、これのいいとこ、めちゃくちゃ楽なところ、これはね、もう一回着てみたらもうジーンズとか履けなくなりますよ。正直自分も正直多分ジーンズとか1年ぐらい履いてないですね、マジで。まあそんぐらいね楽だし、かっこいいんですよ。あとロードマンたちは特にね、こういう黒のねトラックスーツを愛用しています。これに関してはね、仕事をするのに目立ってしまうっていうのはデメリットしかないんで、そういうとこだと思います。で、ブランドで言うと王道はまあナイキですね。で、特にねテックフリースは大人気です。ただね、このテックフリースね、いかんせん高い、もうめちゃくちゃ高い。片方だけで余裕で1万ぐらい超えてきます。ちょっと高いよっていう人、まあ他のブランドで行くと、まあアディダスは王道ですし、あとまあプーマ、あとまあ最近だとね、ウエストロンドンのトラップスターとか、あとベンジャートとか、あとフッドリッチとか、あとまあコルテージとかもね、かなりよく見るようになってきてます。まあそういう感じでね、また他の国と違って UK 発のねストリートウェアを着るのもまあね、かっこいいですよね。
で、次はナイキのエアマックス。まあこれはね、エアマックスも人気なんですけれども、同様にエアフォースも人気です。で、最近はね、もうナイキの靴とかもめっちゃ高い、もう普通にね2万とかねすると思うんですけれども、まあ言うてもね、まあジョーダンとかね、それほど高価ではないと思います。なので、まあこういうね、まあトラックスーツにしてもエアマックスにしてもそうですけれども、そこまでね高級じゃないっていうのも UK でね着られている一つのね理由だと思います。もともとね、グライムとかっていうジャンルとかも、イーストロンドンのね団地とかで育った人とか、そういうね、まあ裕福じゃない人たちのやってた音楽っていうのはあるので、まあそこのねストリートウェアとしての、まあその手の出しやすさとか手に届く範囲っていうのも UK で、まあそういうのが広まった一因だと思います。ですが、最近ね、もうグライムもずっとアンダーグラウンドの時代からチャートのねトップの方に行くようになって、でそれにまあ UK ドリルとかも合わさってきて、まあ UK ラップね全体が盛り上がってきていて、でね、みんなね金を稼ぎ出すようになりましたよね。なので、今はね結構ねアメリカのラッパーっぽい、まあ例えばグッチとか、あとルイビーみたいなね、あとまあ最近だとセリーヌとかもねよく見ますけれども、そういうね高級ブランドもラッパーたちはねどんどん着るようになってきました。で、話も乗って三種の神器、最後はスキーマスクなんですけれども、まあこれに関してもね、もう悪いことしてるんで顔を特定されたくないっていう意味合いで来てるとは思いますが、もうね普通のマスクじゃもう刺激が足りなくなって、みんなねもう結構マスクでボケ出してるんですよね。そこもね UK ラップのおすすめポイントの一つです。はい、ということで、まあ、このね、三種の神器、口でいろいろ説明しましたが、実際にね、ラッパーたちはどういう感じで着こなしてるのっていうところを見ていきましょう。で、まずはね、今年 UK ナンバーワンラッパーのセントラル C。まあ、これはね、さっき言ったような超ベタなね、ファッションですね。まあ、ナイキのテックフリースに白のエアフォースワンで、まあ、白でね、カラマチさせてると。で、一応ね、パリで撮った写真っぽいんですけれども、まあ、やっぱりね、ロンドンに近いんで、結構ね、みんなパリ行くんですよ、よく。ですが、あまりね、パリ感を感じさせない写真です。まあ、石畳ぐらいですね。で、次これもね、まあ同じくね、ナイキセットアップ、まあこんな色のねテックフリース自分はね見たことないんですけれども、まあスペシャルなやつかなんかですかね、まあ特注かなんかかなって思うんですけど、それとはまあねバッチリ黄色のジョーダン4を合わせています。まあこれはね、まあストリート色もありつつ、やっぱ彼らスターなんで、ステージ映えするようなそういう格好っていうような感じですね。で、そしてこれは冬のスタイルですね。彼もねウエストロンドン出身なんで、よくこのねトラップスターよく着ていますが、それのセットアップにナイキのノクタのパファージャケットですね。まあノクタっていうのはね、まあナイキのまあドレイクのブランドなんですけれども、ドレイクもね UK とはもうズブズブの関係です。で、こういう感じで、まあ UK のストリートのね、まあ冬の格好で行くと、まあ J ハスとかもね歌ってましたけれども、こういうね、まあパファージャケットとかも愛用されてます。で、まあブランドで行くと、まあ他のね国の定番とも同じように、まあノースフェイスとか、あとナイキとか、あとまあカナダグースとかモンクレールとかね、まあ当たり前のように着てるんですけれども、で UK 独自で言うと、さっき言ったね、まあトラップスターとかもね今大人気でね在庫ないみたいですし、あとね、まあプラダスポーツとかね、その辺がまあ結構ね UK 独自かなっていうのも思います。で、次はまたね少しスタイル変わってデイブをね見ていきましょう。で、デイブは若いながらですね、まあコンシャスなラップもできるし、かといってバンガーも出せるし、演技もできるしみたいな感じで、まあね UK で超人気のラッパーです。まずは最近のねこの写真からいきましょう。まあこれはねストームジーとの、まあ今年の夏のね大ヒット曲のクラッシュのミュージックビデオ撮影の時の写真ですね。この曲自体がね結構ね金持ち具合、まあ時計とか、まあ服もそうですけれども、そういうのをアピールするっていうような曲なんで、第一線で活躍しているデイブもまあルイヴィトン着てます。で、次これ。で、これはね、まあ、UK らしいね、まあ、マンチェスターユナイテッドのジャージですね。まあね、ラッパーたち結構ね、サッカーファン多いんですけれども、彼はマンチェスターユナイテッドの熱狂的なサポーターで、ラッシュフォードのジャージですね。で、次、これは、2016年の、まあ、友達とのね、一枚ですが、まあ、おそらくね、団地だと思うんですけれども、まあ、ロンドン丸出しですね。ストーンアイランドをデイブは着ています。で、ストーンアイランドもちょっと前にね、まあ UK とズブズブなドレイクとかも着てて、若干ね流行ったと思うんですけれども、 UK ではねかなり人気な印象です。で、デイブもねよく着ています。まあなんかね独特なカラーリングとかで、自分もねめちゃくちゃね欲しいんですけど、あれなんせねめちゃくちゃ高い。あとね、まあ、ちなみにどうでもいいんですけれども、海外のね、なんであの2010年代の前半から半ばぐらいのインスタのポストって全部このフィルターがかかってるんですかね。誰か詳しい人いたら教えてください。で、最後はスケプタ。まあ彼はね、まあ UK の音楽史に名を刻むような、まあグライムのレジェンドで、まあ現役でもね全然やってますし、同時にねファッションアイコンでもあります。で、ファッション業界でもねかなりね影響力強いので、まあナイキとかからねよくスニーカー出してますけれども、あのねショックス、あ、なんかバネみたいな入ってるやつ、あんなん入ったらなんかダンクできそうですよね。で、ちょっと前はね、まあスケプタも UK っぽい感じで、まあスポーティーな、まあセットアップ着て、エアマックス履いてみたいな感じでしたが、最近はね、まあ結構ね、フォーマルな格好も多い印象です。
これなんかもうドクター・ドレでしょ。男ってね、なんか成し遂げてね、ある境地に達したらみんななんか体鍛え始めてピチピチの黒の無地を着るようになるんですかね。まあわかりませんけど、まあ UK のねストリートファッションどうですか。まあスキーマスクはね、さすがにねコンビニとかプラッと入るとき危ないですけれども、なかなかね独自の個性的なファッションでねかっこいいと思います。あとね何より楽。はい、ということで今回ね UK ラッパーのファッションについてね紹介しましたけれども、音楽ももちろんかっこいいです。まあグライムとかね、まあ UK ドリルとか、あとまあアフロビートとかね、アメリカとはねまた違うスタイルが UK では、まあ根付いてるので、結構ね面白いです。なのでまあファッションはねなんとなく分かったけど、音楽の方も知りたいっていう人は、この動画ですね、UK ラップの教科書っていう動画自分がまとめて出してるので、それチェックすることをお勧めします。ただ注意点があって、この動画ちょっと情報量が多すぎて、EJ がね BPM300 ぐらいで喋ってるので、まあ 0.75 倍速にするとかね、まあその辺のね工夫をねしてみてください。あとね、まあポッドキャストの方でも、まあ、UK ラップの話ばっかりしてるので、その辺もね気になったらチェックしてみてください。そしてチャンネル登録ね、まだの人はぜひね忘れないようにお願いします。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。